緊急任務、先生大丈夫でしたでしょうか。はあ、もう丸一日近く連絡が来てませんね。先生、お役に立てたようで何よりです。実践は成長への近道ですからね。お気をつけてお帰りください。今日の食事を。先生、かわいい。ありがとうございます。ウサギを見ると悩みが吹き飛んでしまいますね。もちろんピョンコもかわいいのですが、ウサギは寂しいと弱ってしまうそうなので、よければまた会いに来ませんか。返事がありませんね。電波の悪い場所にいるのでしょうか、それとも何かが。